優勝するのはこの俺だ。LIKE。 はいどうも、 LIKE と申します、ね、今回なんですけども、お知らせ見てみましょう。はい、なんとパワプロの福袋来ました。まあパワプロじゃなくてこれプロスピなんですけどね。まあちなみにね、 TS6 弾ワンチャン来るんじゃないかなと思ってたんですが、まあ残念ながら普通の通常追加ラストに来たって感じですね。パワープロのキャラクター登場しません。それ分かっとるわ。逆に苦情くんのかな。はい、というわけでね、広島でね引いていこうと思います。まあ私ね、誰が一番欲しいですかって聞かれると、今もうズバ抜けて坂倉さんなんですよ。とりあえずね、広角のキャッチャーが欲しいってことでね、広島でもうワンチャンスにかけて、もうまあ可能性としては正直あんま高くないんですが、坂倉さん狙っていきたいと思います。まあ、ちなみにこの福袋 S が出た時点で自チーム確定らしいので、まあ一覧出たら広島の自チーム選手が確定。はぁ、消えたー。しゃー、最初の10連立てていく。いやマジででかい。いやけどね、今選手追加が23人くらいのかな。もう確率じゃね、かなり低いんですがね、そこをものにしていきたい。23来た。おい、あ、伸ばされなくて、おい、一瞬坂倉さんに見えたわ。くそー。まあなんでね、坂倉さんが欲しいかっていう話なんですが、まあとりあえずね、今田淵さんが、まあ、スピ負けっていうのもありますし、あと口角が持ってないっていうところもありますし、まあちょっとね、最近ね打率があんまり高くないかなっていう印象があるのでね、まあ坂倉さんを狙うっていう感じですかね。まあちなみに坂倉さんキャッチャーで使うとなると、凸がね4くらい必要なんで、まあ今 A ランク1枚あるだけで凸1しかできないんで、まあコーチも最悪辞さない構え。まあそもそもね引けないと思いますけどね。ああ来た来た。あ、マクブルーム。マクブルームね。まあ結構打ってますね。はい、というわけで3、4、ここね、ちなみにこれ自チーム確定ですから、 S ランク10枚目 S ランク自チーム確定ですから、もうここでワンチャン出るかもわからないって感じですね。10枚目ほんまに来た。マジでえぐい。やった、えぐい。はい、というわけでね、まあ、まさかのガチで引けてしまったっていう感じですね。自分でもめちゃくちゃびっくりしてます。いや本当嬉しいですね。これダルビッシュカップでね、早速ね決勝大会使おうかなと考えてるんで、ワンチャンコーチ使うかもしれないね。はい、というわけで本当はねここでやめてもいいんですが、まあ、かなり私気分がいいので、まあ、あとねロッテ純正でも使って美馬さんも追加されたってことでね、もう40レベルまで引いちゃおうかなと思います。まあ良い子は真似しないでね、この無駄なエナジー500エナジーをね無駄にするとね、まあ、かなりもったいないんですが、もう私気分が良すぎて、もうそんな500エナジーどうか飛んでいけって感じですね。まあ、あわよくばね新選手の増田さんだったりだとか東條さんだったりとか、あとまあ今回追加されたあの美馬さん、まあそこら辺をね引けたらねかなり大きいかなと思いますね。まあさすがに30年目は S ランク出なそうかな。はい、というわけでねラスト引いていきます。まあやっぱりねこれバット当たった瞬間に新選手確定ですから、やっぱり最初はね新選手が欲しいという感じですね。まあ結構ね自チーム選手まあそれなりに集めているんですが、やっぱりかぶりが来るとね結構辛い部分があるというか、まあ、やっぱり純正ってね1年以上やるとね A ランク溜まってきて、ほとんどの選手決め、当たっていく当たっていく。しかし新選手確定というわけですね。あ、久々に見たな幸子。あ、田中さんね。あ、田中さんって S ランク出たっけな。まあいっか、ここはあ、これ逃げると、まあこれはあ、今永さんと、まあ最後までお預けっすね。ラスト、あ、使いづらい。